皆さん、はじめまして。ジャパン・ルネッサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化最高を目的とした放送番組です。皆さん、こんにちは。ジャパン・ルネッサンスの安江進と申します。本シリーズは、文学者三島由紀夫著、博麗入門の朗読です。三島由紀夫の思想の世界をご堪能ください。 ニヒリズムンは幻と読むなり天竺にて術師のことを「現出師」という世界は皆からくり人形なり幻の字を用いるなり情緒はたびたびこの世をからくりであると言いい人間をからくり人形であると言っている彼の心底には深い凍結したしかし男らしいニヒリズムがあった。彼は 現世の直下に現世の一瞬一瞬に性の意味を求めながらも現世自体を夢の世と感じた。8義の客観性不義を嫌うて義を断つることなりがたきものなりしかれでも義を断つるを至極と思い一向に義を断つるゆえにかえって誤り大きいものなり義より上に道はあるなり これを見つくること容易になりがたし向上の見地なりこれより見るときは儀など細きものなり子は我が身に覚えてあるときならでは知れざるものなりただし我こそ見つくべきことならずともこの道に至りようはあるもんなり祖は人に談合なりたとえ道に至らぬ人にでもわから人の上は見えるものなり五におかめ八目というがおことし 年日を知るというも談合に極まるなり話を聞き覚え書物を見覚えるも我が分別を捨て個人の分別に尽くためなり己の信ぜる正義が確認され実証されるためには第三者の判断を持たねばならないというのが民主主義の理念である。ハクレはこれほど激しい行動哲学を教えながらよってもって立つ儀についてはいつも疑問を残していた。 行動のの純純粋粋ささは主観の純粋さである。しかしもし行動が義を根拠にするならばその義の純粋さは正義というものの相対性について把握ではこの項目ではあたかも民主主義の政治理念に近づいているその義の純粋さは別の方法で確かめなければならない行動自身の純粋さを行動で確かめるとともに情緒は義の純粋さは 別の法徒に寄らなければならぬことを知っていたそれが談合ということであるおかめ八目のみがある正義に枠敵した人間を救うことができるハグレはがくればこういう意味でイデオロギー的に相対的な立場に立つものだということができる旧世間知、直し予行のおかめがきに大事の思案は軽くすべしとあり一定の宇宙には生じの思案は重くすべしと致されそうろうおよそ大事というは 二、三箇条ならではあるまじく、これは平成に宣言してみれば知れていることなりこれを前もって思案し起きて大事の時取り出して軽くすることと思われるなりかねては不覚悟にしてその前に望んで軽く分別することもなりがたく図に当たること不浄なりさればかねて地盤を堅固に据えておくが大事の思案は軽くすべしと 仰せられ候過剰のもとと思われることなり思想は覚悟である覚悟は長年にわたって日々確かめられなければならない情緒は大思想と小思想と分けているように思われるつまり大思想は平成から準備されて行動の決断の瞬間にあたってはおのずから軽々と成就されなければならない小思想はその時その時の生じに関する思想である。 ブロスメル・メリメが勝っていったことであるが小説家というものはどんなに小さいものにも理論を持っていなければならない例えば手袋一つにも理論を持っていなければならない小説家に限らず我々は生き生を強楽する側面では小さな味柄にも常に理論を持ち判断を働かせ決断を下していかなければならないもしそれを揺るがせにすれば生活の体系は乱れ大思想さえ 犯されてしまうことがあるイギリス人はお茶を飲む時に「ミルクファースト」か「ティーファースト」か聞いて回る一つの茶碗の中にミルクを先に入れてもお茶を先に入れても同じようであるがその小さな字柄の中にイギリス人の生活の理念が確固としてあるのであるあるイギリス人にとっては自分は紅茶茶碗に先にミルクを入れて後からお茶を入れるべきであるにもかかわらず もし人が先に紅茶を入れて後からミルクを入れれば自分の最も重大な思想を犯される第一歩と考えるに違いない情緒が言っている「庄子の思案は重くすべし」というのはありの穴から堤防が崩れるように日常座がの小さな理論小さな思想を重んじたことと考えられるそれが現代のようにイデオロギーのみが重んじられて日常生活のさまのしきたりが軽んじられている。 盗作した時代に対するる。良い教訓なのである準備と決断第9項で述べた日々に覚悟を決めていかねばならぬ大きな思想の根源は白レにとっては武士道において死ぬことであった中んずく武道は今日のことも知らずと思うて日日ややに過剰を立てて吟味すべきことなり時の行きがか,かりにて勝負はあるべし恥をかかぬ仕様は別なり 死ぬまでなりその場にかなわずば打ち返しなりこれには知恵も技もいらんなりくせ者というは勝負を考えず無に無惨に死に狂いするばかりなりこれにて夢寒るなり長い準備があればこそ決断は早いそして決断の行為そのものは自分で選べるが時期は必ずしも選ぶことができないそれは向こうから降りかかり襲ってくるのである。 そして生きるということは向こうからあるいは運命から自分が選ばれてある瞬間のために準備することではあるまいか。ハークではそのような準備とそして向こうから運命が襲ってきた瞬間における行動をあらかじめ覚悟し規制することに重点を置いているではまた会う日までまた会える日までさよなら。